山地ふみは、女優、実業家、社会事業家、兵庫県神戸市長田区出身、本名、大久保ふみこ。1930年、森高等女学校在学中に、神戸新聞社主催のミス神戸に選出され、同年、大阪小畜学劇部を経て、帝国キネマ園芸株式会社に、新人幹部候補生として入社し、時代の反抗時で、 映画デビューを飾る。山地文子という芸名の由来は、菊地博士の小説、結婚二重奏のヒロインの名を、菊地本人から頂戴したものである。帝国キネマから日活へ移籍後、新興キネマに復帰し、主演女優として多くの作品に出演し、数本の映画主題歌もレコーディングした。日産自動車、うてな化粧品等の広告モデルも務めた。戦後、 赤月の大地に作への映画出演を最後に映画界を引退し、母と共に東京都港区芝公園で料亭山地を経営する実業家に転身した。1964年に母の目の病気を機に料亭を廃業した後に、当時の日本の医療器具では母の目の病気を感知させることが不可能であったことなどから、その土地と建物を売却して得た資材のうち、 半分以上に当たる1億円を基金として投げ打ち、日本の科学の発展のために寄与する。という目的で、山地文子自然科学振興財団を設立して、女性活動を開始し、今度は社会事業家として、名前が世に知られるようになる。1963年に、東京都全校同賞受賞同年、中央公論、婦人公論最高主君夫人に押された。 1972年に男女法賞を受賞。また、1976年5月に映画人を育成して、功績のあった人を称賛すること、並びに教育、文化、福祉事業への支援活動を行うために、資材を投げ打って、山地文子文化財団を設立。評判5人娘、愛染夢子、山地文子、AB、山地文子から言とば ありがとうございます。